ついに明日は決勝だな。楽しみだね。新生ロシア代表か。必ず勝ってやる。ばあちゃん、絶対に優勝して帰るからな。君がサッカーを信じ、君が必要とする限り、サッカーはそこにある。やっぱりあの人が俺の父ちゃんだったけど、今は明日の決勝に集中するんだ。アスト、どうかしたの？お前、今さら緊張してるのか？そんなんじゃないって。あと一勝で世界のてっぺんに行けるんだ。絶対に優勝しような。うん、うん、うん。世界の頂点まであと一歩だな。ロシアは変幻自在のチームだ。どんな攻撃を仕掛けてくるかわからない。軌道もいてくれたら心強かったところだが、どんな相手でも俺たちは最後まで全力で戦い抜く。ああ、俺たちのサッカーを見せてやろうぜ。ああ。FFI 世界大会、ついに決勝の時を迎えました。世界の頂点に上り詰めるのは開催国ロシアか、怒涛の快進撃でここまで勝ち進んできた日本か。オリオンを裏で操っているのはイリーナという女です。そうか、魔女はまだ暗躍しているということか。決勝戦、嫌な予感がする。両チームの選手たちが姿を現しました。すでに一度対戦している両チームですが、その時はロシアが日本を下しています。これまで何度も劇的な勝利を収めてきた稲妻ジャパンです。決勝でも素晴らしいプレーが期待できるでしょう。燃えてきたぜ。日本の皆さん、決勝では正々堂々プレーしましょう。なあ、本当のサッカーで勝負するんだ。みんな、ついに決勝だ。思いっきりサッカーやろうぜ。おー、前を指す指先に大きな世界が待っているぜ。仲間との出会いが作った未来さ。人は人と出会い、人は人とつながり、人は人を支え、人は人を責任。人と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 人、人と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 人、人と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 仲間たち。出会いは出しちゃう、絆は掛けちゃう、仲間といれば俺たちすでに100万倍、このまま地球丸ごと聞くしようぜ。最終決戦の日、それは始まった。さあ、両チームスターティングメンバーが発表されました。おっと、ロシアはキャプテンのフロイがフォワードに回っています。全員が全ポジションを担える変幻自在なプレーで、決勝ではどんな攻撃を仕掛けてくるのか。ついにここまで来たんですね。親分、決勝戦に呼んであるとびきりの助っ人って。あれ、おかしいですね。そろそろ合流するはずなんですが。FFI 決勝、ロシア対日本、ついにキックオフです。
行くぞ。やりましたよ、新庄さん。見てください、最上階のこの部屋。機密保管庫か。はい、オリオンの不正の証拠はきっとここに隠されています。よくやった、吹雪くん。逃げるぞ。さあ止まれ、ロシア連邦警察だ。ひとまずそこへ。こちらへ。どこだ、消えたぞ。探せ。間一髪でしたね。あなたは警察？新庄拓馬、吹雪史郎、あなた方を逮捕します。なんてね、冗談です。私もサッカーを愛する者の一人でしてね、お二人を探していたんですよ。警察はすでにオリオンの手に落ちているはず。ごもっとも、警察は誰も信用できない。だからこそあなた方との協力が不可欠なんです。私なら機密保管庫への行き方がわかります。力を合わせましょう、この世界に本当のサッカーを取り戻すために。わかりました。早いでこしや。来い、レズ。イノセントドライブ。黒いの技をルーズだ。ダイヤモンドアーム。みんな、今度はこっちの番だ。モセが、ゴジンさん。よっしゃ、決めるぜ。が使っていた技を。ロシアはポジションを入れ替えるだけではなく、他の選手の必殺技さえ自在に操るというのか。やるじゃないか、ロシア。これでこそ決勝だな、みんな。おう、行くぞ。クロイ、君とこうして決着をつけられるなんて光栄だ。僕もさ、光る。僕らは世界の頂点に立つ。ブルースターバスト。一星フロイオンのキサット。野坂さん、レース。フロイ、前と同じようにはいかないよ。やるね。けど俺たちも負けない。けど今度は日本が素早い連携でロシアを翻弄している。両チーム一歩も譲らず、これは白熱した展開になってきたぞ。両チームともに本来の実力が存分に発揮されている。世界の頂点にふさわしい最高の試合だ。なんだかみんないつも以上に生き生きしてますね。確かにいい試合です。このまま終わってくれればですが。さて、始めようかしら、本当のサッカーを。
クロイ？これは。ゴス。クロイ。させるか。ダブルヘッド、イーグル。今日の真似しやがって。まさかオリオンの仕業。あ、オリオンの支配はまだ終わっていないということか。こちらです。新庄、吹雪、不法侵入、並びに不正アクセスの罪により逮捕する。お話ししましたよね。私はただサッカーを愛する者の一人です。オリオンのサッカーを心からね。連れて行け。間一発でしたね。スコーリオさん。イエース。ある時は稲妻ジャパンの現地ガイド、またある時はインターポールの捜査官。ナターシャ、メラーニア。え、さあお二人さん、お仕事ですよ。了解。ここは食い止めます。お二人は早くデータを。行きますよ。アチュー。一星君、どうした？クロイは苦しんでいます。何？どういうこと？本当のサッカーがしたい、心ではそう思っているのに、体が言うことを聞かないんだと思います。ひょっとするとロシアチームは催眠暗示にかかっているのかもしれない。催眠暗示？何かが彼らに暗示をかけ、危険なプレイをさせているんだ。何かってなんだよ。ロシアチーム全員を一斉にコントロールできるものさ。イレブンバンドか。彼らに暗示をかける、何らかのキーワードが表示されるとしたら。それは違います。あの時フロイたちは誰もイレブンバンドを見ていませんでした。じゃあどうやって。もしかして野坂さん、やってみたいことがあります。はっ。うわあ！一方針？急に何だ？やっぱり何か掴んだようだね。はい、分かったんです。ロシアチームに暗示をかけているものの正体が。何なんだ？音です。ロシアチームのイレブンバンドから何らかの音が出ているのかもしれません。え？何も聞こえないでゴシュ。音というのは聞こえる音だけが全てじゃない。どういうことですか？人間の耳では聞き取れない超低周波音、それが人間の潜在意識に影響を与えることもある。それがイレブンバンドから。
イレブンバンドをハッキングする。その音さえ断ち切れば。そろそろ気づく頃ね。でも私の支配からは誰も逃れられない。よし、俺に任せろ。あれ、待ちやがれ。ずっと叫び続ける作戦か。無理があるでござ。これだ。カルメンというオペラの中で歌われているハバネラという曲ですね。こいつを止めれば。よし、やりましたね。こいつら全然目が覚めねえぞ。そんな、なぜだ。どうやら魔女の方が一枚上手だったようですね。一度かかった催眠暗示は簡単には解けない。あの子たちの頭の中で悪魔の調べは流れ続けるのよ。試合続行は不可能か。どうやら終わりのようね。結構痛えな。けどこの痛みはあいつらの心の叫びだ。絶対救ってやるからな。言葉にならない気持ちを受け止めるのが仲間ってもんだ。遠藤さん、くたばってたまるかよ。ああ、絶対に負けねえ。僕らはまだ戦える。ここで負けるわけにはいかねえ。本当のサッカーはここからだ。クロエ、みんなサッカーやろうぜ。サッカーやろうぜ。サッカーやろうぜ。こんな罠にかかっていたなんて。すまない、クロエ。試合を乱してすまなかった。今度こそ本当のサッカーをしよう。ああ、もちろん。ダブルヘッド。ダイヤモンド反動。クロイ、ナイスシュートだったぞ。ありがとう。仲間たち、今度は俺たちの番だ。ゴジュさん、よっしゃ、さっきのリベンジだ。ファイヤーレモネードライジング。ゴール！ゴージンの劇的シュート！
同点に追いついた。入った。やった。さあ試合はここからですよ。そこまでだ。オリオンの不正は我々が暴いた。最重要機密である大会計画のファイル、そこに真実が記されていた。あなたの本当の目的はサッカービジネスによる金儲けなどという生ぬるいものではない。そう、あれを見てしまったのね。単純君の持ち帰りをできたと言い、ウィニー全身心全身。決める。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、世界をその手をつなげ。稲妻イレブン今日の格言。言葉にならない気持ちを受け止めるのが仲間ってもんだ。以上